餃子の王将の春巻春巻は中華料理の点心の一種。春巻という名称は、新代より後のものだが、類似した料理は現代にも見られ、これは中東由来と考えられている。関東省の春巻関東料理では、千切りの豚肉、竹のこ椎茸、黄ニラなどを炒めて醤油などで調味した具材を米粉の皮で棒状に包んで揚げたものが一般的である。 香港や甲州では、インサの際に食べることが多く、ウスターソースをつけることもある。日本の中華料理店でもこのタイプのものが多いが、関東省や香港では木ニラを使うことが多いのに、対し、日本では緑のニラやネギを使うので風味は少し異なる。三東料理の春巻きは、比較的厚い皮を用い、さらに天ぷらのような衣や溶き卵をつけてあげる。関連は不明だが、 三島料理が比較的多く伝わっているとされる大阪や神戸では薄焼き卵を皮として用いた春巻きを出す店が多い。これはアメリカ生まれの中華料理であるエッグロールともよく似ており、大阪王将では西日本限定で卵春巻きという名前で提供されている。下北、下中では小豆餡を包んだ甘いものが多く宴会料理の一品となることもある。また、 夏目あんなどを包んだものもある。皮がパリッと揚がっていることが美味しさの要件となるので、最初は比較的低温で揚げ、再度、場合によっては、再々たび高めの温度で揚げ直すという手法を取ることが多い。もともとは立春の頃に新芽が出た野菜を具材にして作られたところから春巻きと名付けられた。英語圏においては直訳したスプリングロールの名で知られている。 なお、口実する生春巻きは、スプリングロールより後に伝わったとの理由で、サマーロールの名で呼ばれている。中国フィリピンベトナム対シンガポール北米、超強、中華料理の文化誌、206から212ページ。地球ロマン気候世界気候スタッフの旅のお話、サマーロール世界の食気候ベトナム編、ベトナムの揚げ春巻きのレシピ。ありがとうございます。